高校数学を始めたての人におすすめなのがやっぱり青チャートやフォーカスゴールドの使い方です。これが数学が得意な人がね、自力でやるパターンですよ。学びをエンタメに。どうも、パサラボの先生です。さあ、今回は、高1、因数分解と証明、かなり面白い問題を持ってまいりました。そして、なんといってもですね、この問題を解く上でですね、高校数学を始めたての人におすすめなのが、やっぱり、青チャートやフォーカスゴールドの使い方です。今回の問題を通じて、解けた解けなかったに関わらず、この青チャートをどういう風にして利用するのか、これをしっかりと解説していきます。今回ね、ぜひ覚えていただきたいのは、ただ問題を解けたか解けなかったかではなくて、そこからいかに学びを吸収したか、そして青チャートやフォーカスゴールドに戻れたか、数学の得意にするための勉強法っていうところも一緒に伝えていきたいと思います。それではこの問題二通りで早速解いていきましょう。それではいきましょう、レッツゴー。今回の問題、実はね、学校の先生として、数学のね、授業を高校1年生向けにしてました。で、次ね、新高校2年生にその子たち上がるんですけれども、まあ、その子たちが春休みに、解いたものですね、復習がてら、今までの総復習を50問やってたんですけれども、その問題の一つとしてありました。実際面白かったのが、結構ね、解けてない人もいましたよ。今回、どうやって考えていくのかを一緒に深掘っていきましょう。連続する4つの自然数の積に1を加えたもの。連続する4つの自然数の積。なので、これを文字で置きましょう。まずこのように N を設定して実際に式で表してみましょう。まあ、証明において大事なのはこういった日本語をまず数式にする力ですよね。もちろん N とは言ってもちゃんと定義を書きましょう。4つの自然数の積なのでまあ、こうなりますね。これが平方数であることを示したいなんですが、結構ほとんどのね、いろんな人がですね、こうしてました。はい、こうして。でまたよくわかんないから展開すると、このようになるんですよね。で、ここで結構詰まってるよって人もいたんですけれども、実はこれ数2の相反方程式っていうものを習っていれば解けるんですが、高校1年生の時点ではこの段階でハテナになるわけですよ。あれ、平方数って言われたけど4次式、ここでですね、やっぱり手が止まっちゃうんですよね。平方数っていうのはいわば何とかの2乗ですよね。何とかの2乗ってつまり、まあ、因数分解した時に2乗になりそう。2乗になるってことは逆にこれが因数分解されますよね。全部をばらすんじゃなくて何か工夫できないかな、そう考えます。そうなった時にですね、このアイディアは実は青チャートにもちろん載ってますよ。ただじゃあ知らない前提でちょっと解いてみましょう。何か因数分解をしたい時に、例えばよく僕たちが見るのはこんなものを因数分解せよ。こういった問題見たことないですか？そういう時には、展開したら4次式になるんだけど、僕たち4次式にしちゃダメです。4次式にしちゃうとごちゃごちゃするから。そうなった時の工夫としては、この2次式の塊を t で置いてあげると、まあ、こんな風になる。そして代入すると、こうなりましたよね。まず、いろんな他の類題から4次式、展開したら4次式になりそうなものっていうのは展開しないと。いかに同じような形を作って工夫するかっていうのが大事だね。じゃあ今回もこれ見た時に同じような形作れそうなのどうですか ?N たす1、N たす2、これを展開すると、こうなりますよね。これを展開するとどうかっていうと、こうなりますよね。何か気づくものありますか？僕たちは工夫をするって言ったら、同じ塊を作ります。見ます。これを A と置きましょう。ラージ A と置くと、このようになって、もちろんラージ A 代入すると、ということで、平方数であることが示されました。N2 乗たす 3N たす1っていうのはもちろん自然数ですよね。この中身が自然数。まあ、よって代入が示されたという形になります。Enjoy。 じゃあここでですね、1個、ちょっと青チャートに戻ってみましょうか。これから難しい問題、定期テストやもし出てきた問題を見たときに必ずこれに戻ります。じゃあこれに戻ったときに、じゃあ皆さん、もしこれと同じ型があったら、何ページかどうか見てみてください。40ページですね。因数分解の手順。この四角2番、同じ形のものに置き換えをするのを例として似たようなものを持ってますよね。もっと言うと、32ページの例題14番。重要例題。星4です。コンパスマーク4。だけれども、もうこれと同じような形が載ってますよ。何が言いたいか。青チャート、重要例題は飛ばして解きますよ。そういう人いますけれども、実際にやっぱり重要例題触れといてください。どういう大学入試であっても重要例題出ますから。だからその意味で言うと、これは見たことない、よくわかんないんじゃなくて、必ずこれに戻ったら見たことありますから、やってなかったのでこれを例題として解いてください。もっと言うと、例題にないものもエクササイズならある、そういったものもあります。今回わからなかった人も必ずここだけで完結するんじゃなくて、青チャートに戻ってみてください。これが高校1年生の勉強の仕方です。じゃあ、ちょっと、プラスアルファ、習ってるよって人は、どういうやり方があるのか。例えば一つ言ったのは、ここ。ここから、相反方程式を作る。まあ、そのパターンありますよね。ただ、解2としたら、これはですね、意地でも、これが分からなかったとしても解ける方法です。それが何か分かりますか？
こうなった時に僕たちはゴールから逆算します。証明は分からなくなったらゴールから逆算できますからね。平方数になるってことは今回も四字式ですけれども、おそらくこうなるんじゃないかなって予想をつけるわけです。これが数学が得意な人がね、自力でやるパターンですよ。もう平方数になると予想してこっちから逆算します。さあこれ展開するとこうなりましたね。もしこの式が与えられた式と同じだったら AB はどうなるか。ここが6ですから A が3、でここも6ですから B が1かな。で1、11、同じですね。ということで因数分解ができなかったとしても、まあ、ずるいかもしれませんがゴールから逆算して作ることができました。この問題ね、何が面白いかっていうと、一つの解法だけじゃないんですよと。この解2の解法だったり、高校2年生数に勉強したらこういったものが相反方程式だと気づける、いろんな解法引き出しが出てきます。これが数学の面白さ。特に今見てる人は高校1年生や中学生であれば、これからパスラボの動画とかって一つの問題を無数に深掘りしていきます。もっと言うと全パターン解説とかは、一つの問題だけではなくていろんな問題をある典型パターンで解いていく、その引き出しの多さ、あとは活用の仕方、パスラボで数学を解説する時の武器に話しています。今回この動画を聞いた上でちゃんと青チャートを活用する、それもそうなんですけれども、ぜひこれからパスラボの動画とかで一緒にね、一つの問題を無数に深掘りをして数学を楽しんでやっていきましょう。ということで今回は以上になります。もしこの動画が良かったなと思う方は高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。